欧州原子力共同体は欧州連合のもとで運営されているものの半ば独立した形態で設置されている国際機関。英語表記からエグやラトムとも表記される。1957年3月25日にローマ条約によって欧州経済共同体と共に設立され、1967年には統合条約により運営機関が 欧州経済共同体のそれらに継承されるが、1993年に発行した欧州連合条約によって、欧州経済共同体が欧州連合の3つの柱構造の一つとして吸収された後も、法的には独立して存在している。末月期により、ヨーロッパ諸国はエネルギーの大部分が供給不可能となり、また一部の金融対象国での協調が欠けていた。 ことにより、事態を深刻なものにさせていた。この危機を受けて、共同総会は、欧州石炭鉄鋼共同体について、他のエネルギーも対象とできるように権限を拡大させることを提案した。ところが当時、欧州石炭鉄鋼共同体の創設者で、初代委員長を務めていたジャンモネは、原子力エネルギーについては別に共同体を創設することを望んでいた。 ルイ・アルマンは当時ヨーロッパにおける原子力エネルギーの活用について研究する立場を任されており、アルマンの報告書では埋蔵石炭の枯渇による不足を補い産油国への依存を減らすために核開発をさらに進める必要があるという結論が出された。ところがベネルクスとドイツが全般的な市場統合に積極的であるのに対してフランスが 保護主義の立場からこれに反対し、またジャン・モネも共同市場設立は壮大すぎで極めて困難であると考えていた。結局双方の妥協を図るため、モネはそれぞれ個別の共同体を設立することを提案した。1956年にバルデュシェスでの共同市場と原子力共同体についての政府間協議が開かれ、そこで新条約の要点が取りまとめられた。 欧州原子力共同体では原子力分野での協力関係を促進し欧州経済共同体とともに欧州石炭鉄鋼共同体の共同総会と司法裁判所を共有することが決められた一方で運営機関については欧州石炭鉄鋼共同体のそれらに比べると権限は抑えられることにはなるが欧州原子力共同体に独自の委員会と 理事会を設置することとされた。1957年3月25日、欧州石炭鉄鋼共同体の加盟国により2つのローマ条約が調印され、両条約は1958年1月1日に発行した。運営の効率性を上げるため、基本条約によって、これら分立されていた運営期間は1967年の統合条約で統合された。 欧州石炭鉄鋼共同体と欧州原子力共同体の運営機関は欧州経済共同体にそれらに継承されることになり、これによって法的にはそれぞれ独立した共同体ではあったものの、三共同体は欧州諸共同体と総称されるようになる。1993年欧州連合条約により欧州連合が発足し、三共同体を 共同体の柱として取り込んだ。しかしながら、欧州原子力共同体はなおも、個別の法人格を有しており、欧州原子力共同体設立条約は、調印以来、ほとんど修正されることなく、残されている。欧州憲法条約では、従来のすべての条約などを集約し、欧州連合の行為に対する、民主的な説明責任を仮蔵させることがきと、されていた。 欧州原子力共同体設立条約は他の条約と同じように修正されることはなく、そのため欧州議会も欧州原子力共同体について権限がほとんど増えないはずであった。しかしながら欧州原子力共同体設立条約が修正されないままとされる理由とは欧州憲法条約においても欧州連合の他の組織と欧州原子力共同体等を分離したままに、 しておく理由と同じであり、すなわちヨーロッパの有権者の間にある反原子力の機運が憲法条約反対につながりかねないためであった。欧州憲法条約は発行が断念されたが、その内容を一部継承したリスボン条約でも同様の結果となった。欧州原子力共同体の目的とは原子力に特化した市場を創設して共同体中に 原子力エネルギーを提供すること、及び原子力エネルギーを開発して、余剰分を非加盟国に売ることである。主要な計画としては、第7次研究、技術開発フレームワーク計画のもとでの、国際熱核融合実験炉 ITER の参加が挙げられる。また、欧州原子力共同体では、欧州連合域内での原子力計画に対する融資制度を設けている。 ヨーロッパ規模での規制の歴史において、欧州原子力共同体設立条約第37条は、環境への影響と人間の保護という点で、拘束力を持つ越境的な義務を規定したことは、先駆的なものであった。欧州原子力共同体が独自の運営機関を有していた1958年から1967年にかけて、歴代3人の委員長の下で5人からなる。 委員会が存在した。なお委員長はいずれもフランス出身である。ありがとうございます。